マイレージプラスロゴマイレージプラスとは、アメリカ合衆国の航空会社である、ユナイテッド航空及びアエロマールの提供するマイレージサービスである。2012年の旧コンチネンタル航空との合併により、同社が提供していたワンパスに加盟していたコパ航空も、本サービスに加盟している。スター・アライアンス加盟航空会社や、他の航空会社や旅行業者などとも提携している。 会員はフライトや提携会社の利用によりマイルを加算し蓄積したマイルはユナイテッド航空と提携会社が提供するサービスと交換することができる。また一歴年に登場により加算したマイルの高により上級会員レベルが決められそれに応じた特典を付与される入会金年会費は無料国籍を問わず入会できる入会時には 氏名と住所などを届け出る。住所によって提供されないサービスがあったり、応募資格のないキャンペーンがあったりする。一人の人が二つ以上の会員講座を持つことは認められていない。入会方法は、ユナイテッド航空のウェブサイトか、電話か、ユナイテッド航空、またはコパ航空の空港カウンターや、ラウンジなどの営業所、ユナイテッド航空、または、 コパ航空の機内などで備え付けの申し込み用紙に記入して提出すると入会できる。入会すると会員番号が割り当てられる。入会後、プラスチック製の会員カードが届けた住所に郵送される。カードを提示しなくても会員番号を伝えれば会員としての実績と認識される。専用の申し込み用紙で入会した場合は申し込み用紙に 会員番号があらかじめ印刷され一部を切り離すことで仮会員証として使用できる。新規会員キャンペーンが実施されている場合は入会ボーナスマイルがもらえる。会員が新規会員を紹介することで紹介した側の会員がバーナスマイルをもらえるキャンペーンが実施されていることもある。機内で入会申し込みを提出するとその便からマイルが加算されるほか、 入会日から遡って30日間に登場したユナイテッド航空運航便も加算対象となる。また、25アメリカドルの料金を支払うことで入会前6ヶ月前までのフライトが加算できる。いずれも自己加算の手続きが必要で提携会社の利用は加算されない。会員情報の変更は会員の申告が必要である。大会には会員の申請が必要である。 会員番号を予約時またはチェックイン時に通知することでフライト実績が登録される。フライト実績は登場日と共に記録される。予約時やチェックイン後でも登録あるいは別の会員番号に変更することはできるが登場直前の登録が記録に残り登場後の変更は原則としてできない。登場した便のマイルが加算されていないときは 搭乗日から12ヶ月以内に、航空券の控え及び、搭乗券の判券の原本やコピーを、米国のマイレージプラス事務局に郵送、またはオンラインで手続きすることで、事後加算を請求できる。マイルの登録は、ユナイテッド航空のサイトにて、フライトサマリーとして確認できる。フライト実績があれば、4半期に一度、口座明細を登録住所に郵送される。 ユナイテッド航空、その関連会社、コッパ航空、その他、スターアライアンス各社のフライト実績は、オンラインのフライトサマリーにて、通常、1週間以内に確認できる。スターアライアンス各社や、定型航空会社の飛行実績の加算時期については、航空会社ごとに異なる。フライトマイルユナイテッド航空、ユナイテッドエクスプレス、コッパ航空、 スター・アライアンス加盟各航空会社の飛行実績について飛行区間の基準マイル数に加算率を乗じて計算される。飛行区間に対応する基準マイルは運航航空会社ごとに独自にマイル数を定義しており実際に登場した飛行機の飛行距離とは異なる。ユナイテッド航空及びその関連会社を利用した場合は 航空券の予約クラスに関わらず100%である。会員規約によれば実際に飛行した区間に応じて認定されることになっている。航空券を発見しても登場しない場合は加算されない。また、ルート変更などにより発見した航空券と異なるルートを利用した場合は実際に利用した区間に応じて加算される。無料航空券だけでなく、 割引率の高い一部の格安、エコノミークラス航空券についても、飛行実績としない場合もある。他社運航便を利用した場合は、クラスボーナスに相当する、ビジネスクラスやファーストクラスを利用した場合のボーナスマイルも、合算される。ユナイテッド航空及び、関連会社で、ビジネスクラス、予約クラス C、D とファーストクラスを利用した場合に与えられる。 ボーナスマイルで、それぞれ、実行マイルの25%及び50%で、ある。なお、ビジネスクラスであっても、格安航空券である予約クラス Z の場合、クラスボーナスはない。ここで、予約クラスを基準としているのは、アップグレードにより発見した、航空券の予約クラスより、上位のクラスを利用することができても、予約クラスが、以上の条件を満たしていなければ、 クラスボーナスは加算されないからである。上級会員がユナイテッド航空及び一部の提携航空会社を利用した場合、基準となる実行マイルに対して、プレミアシルバー会員は25%、プレミアゴールド会員は50%、プレミアプラチナ会員は75%、プレミア1系会員は100%のボーナスマイルが加算される。期間、区間を限って、 ダブルマイルキャンペーンや入会キャンペーンを行っている。上級会員レベルを認定するための飛行実績を計算するためのマイル。毎年1月1日にゼロにリセットされ、年末12月31日までの登場実績で加算される。特典旅行などでマイルを使っても獲得した PQM は減算されない一方、翌年に持ち越すこともできない。 ユナイテッド航空にとって利益率の高い顧客を上級会員として優遇するため特典交換に使うマイルとは別の計算ルールを用いる。ユナイテッド航空、その関連会社およびスターアライアンス各社を利用した場合の実行マイルとユナイテッド航空およびその関連会社を利用した場合の割増し分とで計算される。この割増し分とはファーストクラス。 予約クラス会 A、P、ビジネスクラス及び工学エコノミークラスを利用した場合は、実行マイル、その実行マイルの50%が上乗せされて、加算されるようになる。他の航空会社でも同様のシステムは導入されているが、重み付けの方法は各社異なる。上級会員レベルを認定するための非公開数。PQD 上級会員レベルを得るための年間利用額。 アメリカ合衆国に住んでいる場合のみ満たす必要がある。保険やコーリングカードなど様々なマイル加算方法が用意されている。マイルの購入自分で購入するパーソナルマイル、友人に購入してプレゼントするギブマイルがある。さらに、法人が購入して個人にプレゼントするリワードマイルがある。リワードマイルはパートナーマイルとよく似ているが、 対象者が限定されている点で異なる。無料往復航空券や片道アップグレードに使える。ラウンジ会員であるユナイテッドクラブへの入会やダイニング特典やチャリーティマイルにも使える。上級会員はさらにレンタカー特典、ホテル特典が用意されている。詳細は会員特典で記述する。不正な手段でマイルを獲得したり、 マイルや特典航空券を売買したことが発覚すると、マイルや発券済みの特典航空券が無効となることがある。その結果、会員講座のマイル残高がマイナスになることもある。講座へのマイルの加算、減算のいずれもが引き続き18ヶ月間ない場合、マイレージ残高は失効する。会員を会員レベルに従って分類し、 会員レベルに応じたサービスを提供している。会員レベルは、ゼネラルを基本とし、いくつかの上級会員レベルがある。上級会員としては、前年の飛行実績による4種類のプレミアと、ユナイテッド航空の判断によるグローバルサービス、チェアマンズサークルがある。また、ミリオン、ミレルのレベルについては、生涯フライト実績が100万マイルを超えると特別に、追加して付与される。 飛行実績としては、現在は PQM と PQS とが尺度として使われるが、それぞれ実際の飛行距離と搭乗回数に対して、利用航空会社、予約クラスを都度加味して計算したものであり、例えば、ユナイテッド航空で予約クラス F で、ファーストクラスキャビンを利用した場合は150、150%増しとなる。入会直後、通常に付与される会員レベル。維持するのに、 特別な活動は必要ない。主に前年の飛行実績に基づいて付与される。この会員レベル取得には2万 5000PQM または 30PQS が必要である。スター・アライアンス・シルバーとなる。主に前年の飛行実績に基づいて付与される。この会員レベル取得には5万 PQM または 60PQS が必要である。スター・アライアンス・ゴールドとなる。 主に前年の飛行実績に基づいて付与される。この会員レベル取得には 75000PQM または 90PQS が必要である。スターアライアンスゴールドとなる。この会員レベルの取得には10万 PQM あるいは 120PQS が必要である。スターアライアンスゴールドとなる。グローバルエントリーの申し込み料金や定型クレジットカードの年会費が実質無料となる特典がある。 入会基準は非公開で次のような会員が選ばれる。資格は毎年更新される。すべてのプレミア1系会員の特典に加え、独自の特典が提供され、会員の旅行には様々な便宜が図られる。会員は著名な企業経営者や政治家で約150名。すべてのグローバルサービス会員の特典に加え、以下の特典がある。 入会からの累積飛行マイル数が100万マイルに到達するごとに、終身に渡り次ぎの会員ステータスが付与される。会員は、同じ資格を、配偶者、または相当する者1名に与える、要請求できる。例えば、100万マイルに到達した、プレミア1系会員の配偶者は、プレミア1系会員となる。2012年1月1日以降は、ユナイテッド。 ユナイテッドエクスプレス及びコパ航空の基本飛行マイル数が加算される。すなわち、クラスやプレミアボーナスマイルは含まれない。2009年現在、上級会員として認められた場合、その上級会員資格の付与は、規定の要件を満たした日より、翌々年の1月の末日となる。これが、ステータス保持の可能な有効期限。したがって、 例えば、2010年の1月にどれかのステータスに到達した場合、2011年の1月末日まで、プレミア、プレミアエクゼクティブ、1K のどれかの資格を保持しているとみなされる。しかし、上級会員の資格の維持、更新や取得を行うためには別途、更新期間、取得期間内に行わなければならない。これは、各年の1、1からその年の12、 31までとなっている。これらに差があることに注意しなければならない。また、プレミア、プレミアエクゼクティブ、1K は主に前年の飛行実績で付与されるが、以下のような場合にも付与される。無料航空券は片道、または往復で発券できる。手数料や税金が別途必要。エコノミークラス特典とビジネスクラス特典の組み合わせは可能で、マイル数は それぞれの往復特典のマイル数の1、2である。ファーストクラス特典とビジネスクラス特典を組み合わせることはできない。往復特典であるので乗り継ぎ便の利用が可能である。一つの特典での乗り継ぎ便には制限がある。特典の種類によっては乗り継ぎ地でのストップオーバーが認められる。オープン区間がフライト区間を上回るような経路は認められない。 ユナイテッド航空特典無料往復旅行特典は必要マイル数が少ないが取りにくいセーバー特典と必要マイル数が多いが取りやすいスタンダード特典とがある無料往復旅行特典に必要なマイル数は出発地地域と到着地域の関係と利用する搭乗クラストによって特典チャートを引くことによって求められる地域はアジア、ハワイ、北アメリカ 中央アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、中東、オーストラリアなどのように大まかに分割されている。地域間を直行する便を提供していないに、地域間の往復旅行の場合は、北米経由となり、必要マイルの計算上は、北米とそれぞれの地域の往復特典旅行を2つ、組み合わせたものとなる。利用できる、サービスクラスキャビンによって必要マイルが異なり、ビジネス、 ファーストに必要なマイル数は概ねエコノミーの必要マイル数の1.5倍、2倍となる。また、北米内でにクラス運行される区間についてはビジネスクラスの特典航空券でファーストクラスキャビンが利用可能。予約してから発券までに3日間の猶予があり、キャンセル待ちは可能であるが、3日以内に席が確定して発見しないと予定全体がキャンセルとなる。 特典旅行の予約には1特典旅行あたり25ドルもしくは30ドルが必要。なお、ユナイテッド航空利用の単純往復などオンライン予約が可能な場合は発券手数料は免除される。簡単な変更には手数料は不要だが航空券の再発行が必要となる変更やキャンセルについては1特典旅行あたり手数料150ドルが必要。 2006年10月16日より2週間以内に出発する旅行の発見や変更については緊急予約手数料が必要となった。6日以内だと100ドル、13日以内だと75ドルが加算される。プレミアプラチナ、プレミア 1K、グローバルサービス会員は発見、変更、キャンセルの手数料は免除される。無料航空券であっても、 空港税などの空港使用料は別途必要。なお、アメリカに国に関わる空港税は特典航空券では一部免除されるため半額程度に減額される。マイレージプラスの特典航空券においては年ユーサーチャージや航空保険料については免除。他社マイレージサービスにおいては必ずしも無料となっていない。手数料や空港税などは 発見の際にクレジットカードや現金にて支払う。無料航空券は往復となる。オープン上、ダブルオープン上は可能だが、オープン区間はフライト区間より短くなければならない。また、乗り継ぎ便も可能ではあるが、軽度位置で遠回りするような予定は認められない。予約センターの予約画面上に表示されない予定は、発見ができない。セーバー特典区間、日時により、 設定される座席数に制限がある特典。ファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラスがそれぞれ予約クラス R、O、N に対応し、登場券の印字では、それぞれ X 回、XC、XY と表示される。なお、1K には別枠で、エコノミークラス特典席として、予約クラス E が設定されており、優遇されている。必要マイルは、 登場クラスによって異なり、エコノミークラスの必要マイルに比べて、おおよそビジネスクラスでは1.5倍、ファーストクラスについては2倍となっている。日本からでは、東南アジアについては、必要マイルは、エコノミークラスで3万マイルである。スタンダード特典エコノミー、ビジネス、ファーストのそれぞれのサービスクラスキャビンに空席があれば、発見できる特典旅行で。 セーバー特典の約2倍のマイルが必要となる。当該便の予約クラス会 C、Y が予約可能であることと空席があることとは同義ではない。制約のないチケットは利益率が高いので対応するサービスクラスキャビンが満席でもオーバーブッキングを承知で発見をするためである。オーバーブッキングは違法ではないのでしばしば発生する。 スターアライアンスパートナー特典スターアライアンス特典と違い、オンラインでの即時紹介ができないことがあるため、個々の航空会社の回答に時間がかかる場合がある。アップグレードは片道ごとに要求できる。予約クラスで対応するサービスクラスキャビンより上位のサービスクラスキャビンの座席を利用できることを言う。必要マイル数は区間の起点と終点の位置と、 対象航空券の予約クラスとで決まる。ユナイテッド航空を利用する場合、乗り継ぎ便の場合は、区間ごとのアップグレードを行うこともできるし、全区間を対象として一つのアップグレードとして行うこともできる。ユナイテッドで、ユナイテッド航空運航便の予約を取る場合の、ビジネスクラスキャビンから、ファーストクラスキャビンへのアップグレード、エコノミークラスキャビンから、 ビジネスクラスキャビンへのアップグレードに対応する予約クラスはそれぞれ n f NC。スターアライアンス各社のアップグレードは区間単位となる。通常のアップグレードは一つ上の登場クラスが対象でエコノミークラスからファーストクラスへの二つ上の登場クラスは規約上認められない。また、特典旅行に対するアップグレードも規約上は認められない。ただし、 オーバーブッキングなど航空会社の理由により、コンファームされた席を提供できないなどの場合は、二つ、上の登場クラスへのアップグレードが行われることも、ある。アップグレードは、通常は予約客のリクエストによって行われる。アップグレード可能な席に余裕がある場合は、リクエストと同時に、アップグレードがコンファームされるが、余裕がない場合は、ユナイテッド航空を利用する場合は、 キャンセル待ちができるが、スターアライアンス各社を利用する場合は、リクエストを受け付けてもらえない。リクエストが受け付けてもらえない場合も、定期的に再チャレンジすることはできる。アップグレード枠が残っている間は、リクエストの受付順にコンファームされるが、アップグレード枠がなくなり、キャンセル待ちになると、高い予約クラス、高い会員レベルほど、キャンセル処理で優先して、コンファームされる。 予約状況を勘案してアップグレード枠を増やす場合もキャンセル待ちと同様の処理となる。マイル利用のアップグレード特典特典交換可能マイルを使用する登場クラスのアップグレード。ユナイテッド航空を利用する場合、対象となるブッキングクラスはエコノミークラスの予約クラス Y、B、H、M とビジネスクラスの予約クラス C、D。 ブッキングクラス Y と B の場合必要マイルは区間によって異なるが、ほぼセーバー特典のエコノミークラスとビジネスクラスの差に相当。それ以外のブッキングクラスの場合は倍のマイルが必要となり、特典航空券に比べると割高となる。UA のサイトでオンライン申請ができ、他の会員に対して自分のアップグレード証書でアップグレードを申請することもできる。 北米うち500マイルアップグレード上級会員がフライト実績に基づいて取得する E マイルエージ証書を使用する。プレミア以上の上級会員は一歴年にユナイテッド航空及び関連航空会社の実行マイルが1万マイルを超えるごとに4枚取得できる。アップグレードする区間距離500マイルにつき1枚必要となる。 不足している500マイルアップグレードは購入することもできる。また、乗り継ぎ便で複数区間を利用する場合に必要となるアップグレード証書の枚数は、それぞれの区間距離の合計ではなく、直行便での区間距離で計算される。アップグレードが受付される時期は、会員レベルにより異なり、1K は出発100時間前、プレミアエクゼクティブは72時間前、 プレミアは48時間前、その他は24時間前となっており、上級会員ほど有利となっている。アップグレード対象のブッキングクラスは、エコノミークラスの予約クラス Y、B、M、E、H、U、Q、V、W、S、T、K、L で、ビジネスクラスのブッキングクラス C と D である。対象となる区間は、出発地と目的地はもに、 ハワイを含むアメリカ、カナダ、カリブ諸国、中央アメリカ諸国の場合のみである。アップグレード証書の有効期間は1年、他の会員に対して自分のアップグレード証書でアップグレードを申請することもできるが、同一旅程に限られている。北米うち、コンファームドアップグレード1系会員の特典で4半期ごとに、ユナイテッド航空及び、 関連航空会社の実行マイルが1万マイルを超えると2枚取得できる。北米うち500マイルアップグレードと異なり、区間距離や乗り継ぎ回数に関係なく、必要枚数は1枚。また、出発時間とは関係なく、アップグレードのリクエストをした時点で受付で、アップグレード枠に空があれば、即時コンファームされ、空がなければ、キャンセル待ちとなる。 アップグレード証書の有効期間は1年で期限が切れると無効になる。UA のサイトでオンライン申請ができ他の会員に対して自分のアップグレード証書でアップグレードを申請することもできる。コンファームドシステムワイドアップグレード1系会員の特典で毎年会員期間の始まる1月に6枚取得できる。なお、例年そのうちの2枚については前倒しして 前年の12月に取得できる。北米うち、コンファームドリージョナルアップグレードと同様の使い方ができる上、さらに北米外の区間にも利用できる。ただし、出発地と目的地の移動に北米を経由する場合は、片道につき2枚必要となる。北米外の区間に利用する場合は、アップグレード対象のブッキングクラスは、エコノミークラスのブッキングクラス Y、B。 m, e, h, u, q, v, w でビジネスクラスのブッキングクラス C と D である。さらにブッキングクラスは限定されるがルフトハンザ航空のアップグレードにも利用することができる。アップグレード証書の有効期間は1年で期限が切れると無効になる。ルフトハンザ航空アップグレード SWU を使用する。スターアライアンスアップグレードマイルを使用する。 ウェブサイトでのみ、アップグレード手続きができ、電話などではできない。2007年3月より、受付を中止している。インボランタリーアップグレード利用者がアップグレードをリクエストしていないにもかかわらず、航空会社の都合により、アップグレードがされる場合を言う。マイルやアップグレード証書は、必要ない。主に登場手続き後、出発までの時間を過ごすために提供される。 プレミアゴールドより上位の会員レベルであれば、ユナイテッド航空を含むスターアライアンス各社の運行するフライトを利用するときは、指定されたサービスクラスキャビンにかかわらず、スターアライアンス各社が提供するラウンジを利用することができる。上級会員レベルでの利用資格により利用できるラウンジはビジネスクラスラウンジとなるが、独立して設置されるファーストクラスラウンジは利用できない。 また、スターアライアンス各社が直接運営していない定型ラウンジの場合は、利用する航空会社からラウンジへの入場券に相当するインビテーションカードを入手が必要となる場合がある。さらに、ラウンジの利用は出発時に限られ原則として到着時は利用できない。利用できるラウンジの入り口には、スターアライアンスゴールドのロゴ表示がある。利用可能なラウンジは、 ユナイテッド航空のユナイテッドクラブや利用するスターアライアンス航空各社が運営するラウンジに限定されない。ただし、米国内線のみを利用するときは、ユナイテッド航空および US Airways のラウンジは利用できない。ユナイテッド航空のユナイテッドクラブは、ソフトドリンク、アルコール飲料、スナック、新聞、無料 Wi-Fi スポット等が提供される。一部のアルコール飲料は、 有料で提供され、支払いはクレジットカードに限られる。一部ラウンジにはシャワー設備がある。優先搭乗とはプレミアエクザクゲイブ及びその上級会員については、通常の乗客の搭乗より先に搭乗の案内がされることを言う。ユナイテッド航空及びその関連航空会社を利用する場合は、チケットに搭乗の順番がシーティング1、 シーティング2のように記載され、エコノミークラスを利用する場合は、席の前方から順番に搭乗案内がなされるが、上級会員の場合は、エコノミークラスの座席位置に関わらず、シーティング1が割り当てられる。搭乗開始後、間もなくに、シーティング1は、搭乗案内がされる。このことにより、他の乗客より先に搭乗が可能となるため、 大きめな荷物や余分な荷物を機内に持ち込んでも、収納場所の確保が容易となる。スター・アライアンス・ゴールドの他社会員も、ユナイテッド航空及びその関連会社を利用する、問いに、同様の優遇を受け、また、マイレージプラス会員で、スター・アライアンス・ゴールドに認定される場合は、スター・アライアンス・ゴールド各社運行便を利用する、場合にも、同様の優遇を受ける。優遇の方法は、 運航会社により異なる。例として、成田空港での搭乗ゲートでの機内への案内は以下の順である。ファーストクラス、グローバルサービス、1K ビジネスクラスプルミエエグゼクティブ、スターアライアンスゴールドシーティング1シーティング2シーティング3シーティング4ユナイテッド航空が発見するユナイテッド航空並びに、その関連会社が運航するフライトについては、 座席の事前予約が可能である。航空券の予約時に指定することもできる。会員はマイレージプラスデスクに電話するなり、ユナイテッド航空のアメリカサイトから会員情報を入力して予約記録にアクセスすることで座席指定情報を追加するなりして座席の指定変更ができる。非会員やゼネラル会員などの非常級会員の 場合は、エコノミークラスキャビンを利用する場合でも、エコノミークラスキャビンの一部しか、事前予約可能な席が設定されていない。人気がある、エコノミープラス席や非常口席や、バルカヘッドについては、上級会員でないと、事前予約できない。上級会員は、予定を共にする非常級会員1名を、自分の隣席に指定することができるので、その非常級会員に1名を、 エコノミープラス席などに事前座席指定することができる。また、非常級会員であっても、エコノミープラス年間オプションという権利を優勝で、ユナイテッド航空から購入することで、購入から1年間エコノミープラス席を事前予約できるようになる。また、エコノミープラスワンタイムオプションを購入すれば1、フライト分の事前予約が可能になる。その他、 登場日当日にエコノミープラス席に空席があれば、チェックインの際に優勝でアップグレードのオファーを受ける場合もある。それ以外にも、エコノミー席のオーバーブッキングなど、ユナイテッド航空の都合により、非常級会員に対してもエコノミープラス席を割り当てることもある。かつて、ユナイテッド航空、ユナイテッドシャトル、テッドが運行するフライトについては、上級会員は、 自分の指定座席の隣席を事前予約の対象から外すことができた。現在この特典は提供されていない。提携クレジットカード提携クレジットカードは、クレディセゾン UCJCB ダイナースクラブの4社が発行している。このうち、クレディセゾンが発行するマイレージプラスセゾンカードには、追加年回避5250円のマイルアップメンバーズに加入することで、 通常は1000円イコール5マイルのところを3倍の15マイルにすることができる。また、クレディセゾン UCJCB の3社では、学生用カードが発行されている。すべて在学中無料なので、学生は3社のカードすべてに申し込むだけでも、入会ボーナスマイルを稼ぐことができる。ありがとうございます。